では続きやっていきましょうかね。前回は、なんだっけ、王様になんか博士を探してきてほしいっていうのを頼まれたところまでやりましたね。このスライムどうにかならへんのかな、かわいそうに。テムコさん、あなた待っていましたよ。何？はじめまして。私、もつじろうと言います。あなたに会うために、ちょっと遠いところからやってきましたよ。ところであなた、このスライちゃんを見てどう思いました？かわいそう。そうですよね。かわいそうですよね。ひどいことしますよね。スライちゃんは何も悪いことしないんですよ。それなのに勇者はスライちゃんを雷で真っ黒焦げにしてしまった。しかも動物を殺した経験を得ているんですよ。怖いですね。ああ、スライ。ほらほら、かわいそうな魂がさまよっています。実はあの魂をキャッチすると、あの魂をあなたがキャッチすると生き返ることができるんです。マジで。そしてそこからラブも生まれますよ。もうあなたにしか頼れません。そういった運命になっちゃっているんです。わあ、なんかドラキーっぽいのがいる。ああもう勇者を止めることは誰にもできません。私たちにはあなただけが頼りなのです。これを受け取ってください。アニマルファイルをもらった。動物たちの死体を見つけたら、A ボタンでそのファイルを開くんですよ。動物たちの特徴や元気だった頃の姿を見ることができるのです。キャッチの頻度が隠されていることもありますよ。それではよろしく、デムコさん。またお会いしましょう。スライム。スライ。飛び跳ねて移動する軟体動物。先端の突起部分を指でつまむと喜ぶ。あ。おー、キャッチ。おー、生き返った。何？スライ、救出するでしょ。ああ、100年間もらっちゃった。こいつは？キラド、おい！名前！おい！ピンクコウモリが進化した時代、新種のコウモリ。夜行性で昼間は寝ている。超音波を主に、冠婚葬祭の時に使用。夜、来たら出てくるってことかな？とりあえずラブ手に入れたんで寝ますか。落ちたばっかりだけどな。真っ昼間ですけど、まあ仕方ないよね。これね、多分アクションゲージが増えるはずなんだよな。また出た。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からラブです。スライ、おめでとう。ドゥムコのラブがまた一つ深まりました。これでドゥムコはラブレベル2、愛の見習い。次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。やったぜ。ステータス。ああ、増えてる増えてる。よかったよかった。とりあえず、この下に行ってみますか。博士を探さねば。このアーチ、さっき見ましたね。レインボーロックスへようこそ。レインボーロックスの由来。虹色のように囲まれていることから、ここはレインボーロックスと呼ばれています。
かつてここは岩岳の殺風景の場所でした。そこにある日突然大きな虹が現れたのです。この虹は一年中消えることがありません。その色が岩に焼き付いて虹色の岩になったのです。ああ、これか。じゃあ、虹について。このボードに書かれている虹のイラストをご覧ください。7色はこの順番に並んでいます。はあ。この順番に何か特別な意味があるのでしょうか？ああ、これ覚えておいた方がいいのかな？まあ、今はいいか。恥ずかしい岩について。恥ずかしい岩。この近辺に生息している亜行性多足石、え？亜行性多足、え？多接続生物の一種、読みづらい。一見岩に似ていますが、人の気配を長時間感じると気まずさに耐えきれず動き出します。その辺にいるのかもしれないですね。こいつか、絶対こいつだろ。かわいい。あんたは何ですか？あ、まだ死体か。食い倒れ。食堂食い倒れ堂の一人娘。馴染みの客から看板娘と呼ばれていたのを履き違え、今では自分が看板そのものになることを強く望んでいる。なるほど。わあ、また死体が。千匹ミミズ。伝承によれば太古の時代、千匹のミミズが合体して一匹の大きなミミズになったという。ああ、こいつも？セミ丸。木に止まって大声で鳴くことで、長かった地球生活で溜まったストレスを発散している。なるほど。広いなあ、この場所。歩き回ってたら体力なくなるんじゃないか。こいつも恥ずかしいわだよな、多分。ほら、違うかな。度胸座ってくからよ。ちっとも恥ずかしくねえぞ。そんじゃな。恥ずかしいわじゃなかった。 わあ、また死体が。あ、なんか痛いわ。スラコ。走りがちなスラコ。女の子。いつも赤面していたため赤くなったという説もなきしまず。あなたはベス。ベスね。キャッチできるかな？出てくるのかな？ああ。この辺で連打してたらキャッチできない。ああ、無理だ。どうしたらいいんだよ。ああ、ダメだ。逃げちゃうな。ああ、ダメだ。どうしたらいいんだろう。フローレンス、ワンダ。おいお前。なんか来た。森は生きているんだ。木が鳴いてるぞ。そんな落書きして木を傷つけて。血の通った人間のすることか。僕じゃないもん。この後の戒めのセリフを忘れた。兄ちゃんとお姉ちゃんに怒鳴られる。帰る。おーい。なんかラブ手に入れたし。嘘でしょ。 今のでラブ手に入るのか。ああ、体力が。クッキー、クッキー。オッケー。あ、これ、あれかな？ああ、しまった。今、ベスが、後ろ向いてましたね。あ、夜になった。
今。よーし、キッチまた来た UFO みたいなやつ。ガシャンコ。スライコ救出するでしょ。チュピピピピピピ。わーい。ラブゲーチ。182か。やったぜ。あ、これ恥ずかしいよじゃないの。動いた。かわいい。あ、ちょっと待って、体力ない。体力ない。え、これ帰れる？しかも道、ちょっと待って、帰り道こっちじゃないわ。やばいな。これ、死んでしまうのでは。早く、早く帰らなきゃ。あー、ダメだ。おお。今なんかいたな。あ、こいつあれじゃないの。おお。クイーンダウンレ救出するでちゅ。チュピピピピピピ。なんか助けちゃった。わーい。ラブゲッチュ。さっきミミスみたいなのもなんかピュッて通ってったけど。あいつは。あいつは何なんだ。こいつだよな、さっき通ったの。ちょっちょ、ゆっくりし近づいてもダメか。こいつで道塞がなきゃダメなのかな。道塞いで、ああ、いるいる。キャッチ。やったぜ。千匹ミミズ救出するでちゅ。チュピピピピピピ。なんかおお、すごいいっぱい発電に入った。ちょっと待ってよ、大した体力がなくなってた。手作りクッキー食べて。オッケー、お金もらって。お家帰りますか。そう、ああ、夜になった。ベスを助けて、なんかキニーを傷つけるなってやってたやつのイベントも解除した後の帰りだったんですよ。夜になったから、こいつも出てくるんじゃないのか、多分。ね、夜になったら出てくるんでしょ。ああ、もう体力ない。手作りクッキーじゃあんまり持たないな。あ、ユーズじゃなくて。でもいないですね。ああ、来た来た。急に来たな。キラドを救出するでちゅ。チュピピピピピピ。ほんと名前が危ないんだよ。ちょっと完全にあのデイのゲームのあれじゃん。あ、ちょタオ、お前どこ行く。んー、なんかタオがどっか行きましたね。ついていきたいな。ちょっと待ってよ、ステータス。
いや、今回は寝ましょう。多分ね、夜になったらまたどっか行くんじゃないかな、あいつ。結構ラブ手に入ったんでね、ラブレベルも一気に2くらい上がるんじゃないかな。わあ、なんかすごい夢だな。でもこの集めたラブは、モミのお説教を聞きました。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からラブです。キラドー、クイダオーレ、千匹ミミズ、スラコ。おお、いっぱい。おめでとう。デムコンのラブがまた一つ深まりました。これでデムコンはラブレベル6、一気に上がったな。愛の半人前。次のレベルまであと2ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。本当に一気に上がったな。 これで一気にね、行動範囲が増えるんじゃないですか。こっちちょうだい。ありがとう、おばちゃん。ステータス。あー。なんかもっと伸びてるかなと思ったけど、そうでもないな。2列目くらい行ってるかなと思ったんですけどね。んなもんか。1レベルごとに1つ上がるとか、そんな感じじゃないんですね。ああ、そういえばこの人にカード使ってなかったの。どうしようかな。王様のカードどれ使ってみますか。王様の評判？のんびりキングのことか？もうちょっとシャキッとしてもらわねえとな。ところでよ、おめえそんな髪切れもらって嬉しいか？俺っちゃよ、気に入ったやつにだけ宝物を分けてやるのよ。薄っぺらな髪切れとは一味違うぜ。ほらよ。わあ、くれるの？ガセのガラクタをゲット。ガラクタ言うなし。大臣は？ネームカード。ああ、お前じゃなくて。あんたじゃなくてな。こっち。いけすかねえやつさ。早っ。そんなに興味がないってことかな。まあ、そう、だからあんたじゃなくて。俺の食い物以外には興味なし。花屋の娘だろ。ワンダのところ何村に住んでるってな。もう、毎朝店に出勤してるんだと。太陽の日には、商店街の方を散歩してたな。けど、全然、興味ない。全然ない。食い物に興味あるんですか？ってことは、そうなの。食パンもったいないから手作りクッキー焼いてみます。だから、吉田さんじゃないって。お品さんじゃないんだよ。こいき。はい。なんだそれ。おい、お前、食べ物に興味あるんじゃなかったのかよ。商店街の方を散歩してるって言ってましたね。太陽の日。太陽の日は商店街。ああ、いたいたいた。この前、ガセさんにお風呂に入ると気持ちいいよって声をかけるの。でもすごい勢いに逃げちゃった。おかしいわよね。お風呂が嫌いなんですね、ガセさんは。そういえば、この指輪とかなんかあるんじゃないですか？サンライズパール。何？ああ、何もなかった。どうしよっかなー。なんか、みんなお休みみたいだし。王様のお城の方でも行ってみます。ああ、また餌やりしてる。ああ、そうそう、このピノキオみたいなやつに。王様のカードとか見せてなかったな。ゆず。
僕のパパも王様のおもちゃ箱に居候してたんだってさ。大臣は？大臣さんの部屋にある本ってとっても面白いんだよ。けどあれってヘンテコな漫画だよね。だって文字ばっかりなんだもん。かわいいね。フローラさんは？フローラもワンダみたいになるのかな？ワンダって言うと、あのなんか宿屋みたいなところでグースが寝てた人ですかね、多分。はい。うわー、いいな、僕も欲しいな。あれ、門番がいないな。こっちの部屋まで行ってませんでしたよね、そういえば。何かあるのかな。あ、こっから出てくるだけが。下の扉は？わ。わっ。さてと。寝るんかい。ちょ。寝ちゃった。おお。これもう一人の門番さんのとこかな。歌が好きなんですね。こっちの部屋は？ああ、かわいい。これ、あの、留学生のこの部屋かな。かわいいらしい。あの、奥の方にはまだ行ってなかったの、上の階の。あと、夜に大臣さんにも話しかけてないですしね。大臣よ、お前の宝をいただいた、エコ。なんのこっちゃ。おー、なんか、BGM がなくて。あー。遊んでる。ちょ。こんにちは。ん？これか？これは私の唯一の趣味だな。まあいろいろあって毎週続けているのだ。実を言うと、私には別れた女房との間に子供がいるのだが、あるいは息子のエビューが7歳の誕生日を迎えた日、私は息子と約束したんだ。エアプレーンを作ってやるって。すぐに落ちてしまわない。1時間くらいずっと飛んでるすごいやつを作ってやるって。しかし完成する前に女房と別れてしまったので、息子との約束は果たせずじまい。そういうわけで、それ以来ずっとエアプレーンを作っているのだ。いつか息子に会う日のためにな。いいお父さんじゃーん。ねえ、頑張ってね。ねえ、ああ。まあ、息子との約束を果たせるのはいつになることやら。いや、もうぜひとも頑張ってください。そういえば、なんかもう一人の門番は夜更かしが好きって言ってましたね。今言ったら起きてるんじゃないかな。ああ、普通に寝てるわ。もう似てるのか、フレットのやつ。大臣さんにも話しかけてみますか。多分いるよな。あ、いたいた。こんばんは。こうして日々精進です。知識は我が身とこの国を救うわけですね。これといってって感じですね。カードとか見せてみます？フローラのカード。ああ、なんもないわ。王様に市民のカードを見せたらどうなるんですかね。
なんかあの王様のことだから顔とか覚えてそうだけど。フローラのカード。ああ、興味なしか。じゃあ、そうですね、体力もないし、帰りますか、一回。これ、この間、ゲームオーバーになった時に来たところですね。こいつを調べてない、まだ。犬神マイマイ、犬と神をあがめるカタツムリ、お犬様が一声鳴けば、たちまち犬の行進が始まる。あーってことは、あれですね、タオが夜中こっちに来たときに、なんかこの辺でタオに話しかけたら多分出てくるってことかな？これ何？ちゃんと読んでなかったの？あー、あれか。虹の順番ですね。ちょっと見てこようか。あ、てか、クッキーもらってくるの忘れたおばあちゃんに。まあ、食パンあるから、それ使えばいいか。こいつもすればまだ調べてなかったですね。エルモ、他人の縄張りを非常に気にする。しかし自分のテリトリーを作ろうとはしない謙虚な犬。まず、赤。で、橙、黄色、緑、水色、青、紫。おおお、レインボージェネレーター起動確認。社会オールクリア。社格計算完了。おお、なんか動き出した。レーダー的なやつだったの？レインボーエレメント。シャムカウントダウン。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あー！ちょっと待って、おい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 。さっ、あれ、で 伝説の兜とか装備って女性ものの下着だったんですか？ わあ、そんなのって、おい。あ、ちょ。待って。あ、出た。キャッチ。ああ、この犬か。かわいい。エルモ、救出するでちゅう。ピピピピピピ。エルモね。あの赤いやつを思い出しますね、やっぱり。ハトに。140年か。ありがたい。タオー、どこ行ったの、タオー。こっち来たりしてない？してないか。体力ね、多分大丈夫だと思うんだけどな。タオー。ない。どっか行っちゃった。えらいもん見たな。下着をかぶるなんてな。さすがに動いちまったわ。さすがの度胸の座ったあのお岩様も。
あれにはビビるか。体力が。クッキーもあるし、食パンあるんでね、多分、お家に帰るときの体力は余るでしょう。タオどこ行っちゃったんだろう。見失っちゃったな。帰ってきた。タオを入れてあげてよ。かわいそうに。はい。デムカの集めたラブは虹マシーン、作動成功。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂がラブです。エルモおめでとう。デムコのラブがまた一つ深まりました。これにデムコはラブレベル7、愛の霧払い。霧だった今。なんか、梅雨だった気がする。次の選べるまで、あと3ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。じゃあ、もう、キリーン。結構、取ったしね。今回はこれで終わりにします。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。